妹よ、今日も元気にサブ武器の紹介と、それを使って一狩り行こうか。わかったよ姉ちゃん。今日紹介するサブ武器は、狩猟笛さんだね。うむ。そして狩猟笛さんの操作方法なんだけど、すごく簡単で、基本は ZR 矢印 X 矢印 ZR、これだけだね。他の演奏屋さんを演奏を貯めたい場合は、X の部分を A や XA にするのもありだけど、何にせよ基本は ZR の攻撃だね。あと、攻撃をしていると矢印のゲージが溜まるんだけど、マックスになると起炎の旋律っていう、必殺技、が打てるようになるよ。この技は、ZRX の3を燃装矢印 ZR で発動可能だよ。その他に X ボタンの鉄柱主義、スライドビートからも派生できるね。とはいえ、鉄柱主義は、今使った A ボタンで出せる技、死んだが強いから、基本はこちらを打ちたいんだよね。スライドビートも方向を無視するのとかには使えるから、便利といえば便利なんだけどね。さて、それじゃあここからは実践編ということで、バルファルクさんと遊びに行こうか。了解だよ姉ちゃん。最初に軽く装備の紹介をすると、武器は100竜笛で、100竜スキルは切れ味変更1型、無属性攻撃強化、戦慄変更攻撃2、で、スキルは匠1で出る白ゲージを、強靭剣までキープしつつ殴る、こんな感じだよ。弱点特攻もつけているけど、頭を殴るではないし、心眼にしとけばよかったかな、とも思っているよ。それじゃあ強靭剣魔を発動させたし、バトル開始といこうか。了解だよ姉ちゃん。よしよし、スライドビートで方向無効化成功だね。開幕の方向は、死んだでもいいみたいだよ。むう、そうなのか、なら死んだにしておけばよかったね。ともあれここからは、ひたすら ZR 矢印 X 矢印 ZR 矢印、という感じに攻撃していこうか。途中で3を燃焼用に、1回ずつ A と AX も混ぜてね。了解だよ姉ちゃん。よしよし、これでいつでも3を燃焼ができるね。いいね、お姉ちゃん。このモーションは振り向き翼攻撃だね。ふっふ、引っかかりませんよ。む、これは勇気チャージだね。A ボタンの鉄柱死に、死んだいっちゃうね。よし、ナイスチャージ妨害大モートよ。それじゃあ3を燃装からの起炎の旋律で、ラッシュかけちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。よしよし、見事に決まったね。ふう、方向か。と、これは必殺技だね。それじゃあ素早く研いで、だいぶ回避の準備をしようか。わかったよ姉ちゃん。ちょっとタイミング早かったかもと思ったけど、ナイス回避大モートよ。敵の着地後の隙を攻撃することを思うと、早めのタイミングでのダイブの方が良くないかな？うむ。そうなんだけど、タイミング早すぎて当たらないかドキドキしちゃったんだよね。あわう。ドンマイだよ姉ちゃん。と、これは勇気チャージだね。よしよし、ナイス妨害大モートよ。そしたら必殺のコンボを頭に叩き込んじゃおうか。了解だよ姉ちゃん。三を燃焼からの起炎の旋律だね。うむ。やっちゃえ妹よ。ふぅ、突き刺しからの回転攻撃じゃなくて、連続突き刺しか。この二つの技は、見分けるの難しいよね。うむ。なんか一回目の突き刺し時の、バルファルクさんの顔の向きが違うらしいんだけど、そんなのとっさに観察しきれないね。本当だねお姉ちゃん。これはお手からの連続翼攻撃だね。勇気活性状態じゃないなら、避けてからの反撃が容易ってね。よし、これはお供の攻撃での睡眠だね。それじゃあアイテムを使い直して、死んだで起こしちゃおっか。了解だよ姉ちゃん。思いっきり大きいのいっちゃうね。うむ。頼んだぞ妹よ。さあ、食らうがいい。よしよし、600超えとは、いいダメージだね。そういうは近くにディアブロスさんがいるし、ディアブロスさんにぶつけに行こうか。わかったよ姉ちゃん。乗り換えの際の攻撃も、だね。うむ。ワンコンボくらいノーリスクで入れれるから、乗り換え時のおまけも大事だね。よし、それじゃあバルファルクさんにワンコンボ叩き込んじゃおうか。
今回超適当に殴っちゃったんだけど、よくよく考えればこの場面、頭に死んだ打てばよかったね。そうだねお姉ちゃん。ノーリスクで死んだ打てるチャンスだったのに、もったいなかったね。とはいえ、済んだことは気にしてもしょうがないし、そもそも狩猟笛は私たちにはサブ武器、立ち回りが甘いのはしょうがないね。そうだねお姉ちゃん。それにこの動画の趣旨からしても、完璧じゃない立ち回りでもそこそこ早いタイムで討伐できる。ってことの方が大事だもんね。うむ。さて、ディアブロスさんの総流大技が決まったし、最終ラウンド開始といこうか。了解だよお姉ちゃん。でも、やることはずっと一緒だよね。うむ。そうなんだけど、気分の問題なのです、気分の。あわう。でも、了解だよお姉ちゃん。この場面も、3音演奏溜まってないのが惜しかったね。本当だねお姉ちゃん。義援の旋律のゲージは溜まってたのにね。うむ。やっぱりもうちょっと意識して、X ボタン以外を使うようにしないとだね。そうだねお姉ちゃん。翼突き刺しからの回転攻撃は、最初の翼の反対側の前足の外側が安全だね。くぅ、勇気チャージ来たのに、変な方向に転がっちゃった。あわう。これは妨害失敗だねお姉ちゃん。うむ。どんまい大妹よ。ただ、妨害できなかったのは残念だけど、勇気活性になってもそこまで強くなるわけでもないし、気にせず戦おうか。この隙だらけのビーム攻撃も追加されるしね。了解だよお姉ちゃん。とりあえず切れ味落ちちゃったから、研いでおくね。うむ。そしてできれば今の研ぎを最後にしたいね。まだ5分だし、ちょっと気が早くないかな、お姉ちゃん。かもしれないけど、努力目標ということで。あわう。わかったよお姉ちゃん。と、飛んじゃったか。この空中攻撃、個人的に好きじゃないんだよね。そうだねお姉ちゃん。なんていうか、遅延攻撃って感じがするもんね。うむ。空中でちょっとフラフラするせいか、じれったく感じちゃうよね。それじゃあヘルスも減ってるし、とりあえずこんがり魚を食べておこうか。わかったよお姉ちゃん。と、今の飛び越えれたのはナイスだね。ありがとうお姉ちゃん。実はあんなに早く動き出すとは思ってなかったんだよね。と、今のも危なかったね。そしてこれは、よし、今度は2連続翼突き刺し回避成功だね。いいね、お姉ちゃん。くぅ、今のは当たらないと思ったのに。あわう。どんまいだよお姉ちゃん。よし、隙だらけのビームが来たね。ここは技後の隙に3音演奏からの遅延の旋律いっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。しかもいい感じにこっちにダウンしてくれたね。うむ。まさか遅延の旋律に当たりに来てくれるとはね。よしよし、無事にメインターゲット達成だね。クリアタイムは、7分16秒。悪くないタイムだね。本当だねお姉ちゃん。ただお姉ちゃん。ちょっと気になったことがあるんだけど、今回私たち、ZR 矢印 X をメインにしてたよね。うむ。攻撃旋律かけ直しつつ攻撃できるし、お得だよね。でも、なんか ZR 矢印 A の方が、威力高いみたいだよ。むう、それは、気づかなかったね。まあ、きっと誤差だよ誤差。あわう。絶対誤差じゃないと思うな。ただ気になるから、そのうち ZR 矢印 A メインでやってみようか。了解だよお姉ちゃん。それじゃあ今日はここまでだね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。Ooh.